ターミナル駅探訪13回目は、東京駅の八重洲口と日本橋口を紹介していきます。今いる八重洲口は、東京駅開業から遅れること15年後の1929年に開設されました。後ほど、竹病の紹介もしますが、新幹線側の改札というイメージも強い八重洲口は、丸の内側とは全く異なり、大丸百貨店も併設された近代的な印象が感じられます。さらに、八重洲口地下には東京駅一番街というレストランやショップが連なる巨大モールも形成されており、お土産などの買い物にも便利です。こちらは次回以降の動画で紹介していきます。八重洲口は前回紹介した丸の内側とは正反対の東側に位置しており、丸の内側同様、北口、中央口、南口の3カ所に改札があります。そのうち、八重洲中央口にはタクシー乗り場が、八重洲南口には高速バス乗り場、都営バス乗り場が併設されています。タクシー乗り場もバス乗り場も、それぞれの入り口を出るとすぐに見えてきますので、簡単にたどり着くことができます。バス乗り場は1から12番乗り場まであり、1から9番乗り場が JR 高速バス、10から12番乗り場は都営バスが発着しています。9番乗り場の前には、JR 高速バスターミナルの切符売り場や待合室が設けられています。八重洲南口の建屋内に入ってみました。南側には、地下にある東京駅一番街に続く階段、そしてマクドナルドがあります。八重洲南口からも東海道新幹線のみならず、東北新幹線などにも乗ることができます。京葉線、武蔵野線に八重洲側から乗りたい方は、この八重洲南口から入場してください。コンコースを囲うように、コンビニや弁当屋さんが設けられています。それでは、八重洲南口から八重洲北口、そして、その先の日本橋口まで歩いてみましょう。ノーカットでお送りします。途中、八重洲中央口も通りますが、一旦スルーして最後に紹介します。八重洲南口から北口方向へ歩くと、すぐ左手に JR 東海ツアーズがあります。その先には、
八重洲中央南口改札が左手に見えてきます。この改札は東海道新幹線専用改札で、在来線、東北新幹線には乗ることができないので注意してください。八重洲中央南口の正面左手にはグランルーフレストラン街があります。こちらのグランルーフについても次回以降の動画で紹介していきます。もう少し進んでいくと、左手には JR 東海の全線切符売り場、緑の窓口、そして八重洲中央口が見えてきます。新幹線に乗る方はここの切符売り場で購入するのがいいでしょう。八重洲中央口コンコースの北側にはグランドキオスクがあります。その少し先にはそばところダメジローがあります。ここむちゃくちゃ美味しいです。おすすめはニシンそばです。その先の階段からも東京一番街に潜ることができます。八重洲中央口と八重洲北口の間にも JR 全線切符売り場、 JR 東海ツアーズが設けられています。その先には丸の内側への通路があり、ここから丸の内エリアに抜けることができます。さらに東京一番街が続き、お土産店が並ぶ東京ミタスが見えてきます。東京の定番土産に加え、人気のパティシエやショコラティエがプロデュースするスイーツや、東京の老舗の味や和雑貨を気軽に手に入れることができ、八重洲地上口から乗車する方にはちょうどいい位置にあると思います。東京ミタスを過ぎると左手に三省堂書店、右手にスターバックスが立ち並びます。東海道山陽新幹線のどでかい看板が見えてくると、間もなく日本橋口です。丸の内口、八重洲口に比べるとあまり有名ではないかもしれませんが、この日本橋口も立派な造りになっています。この日本橋口は東京メトロ東西線への乗り換えに便利な改札口となっています。なお日本橋口改札は8時30分から19時30分までしか開いていませんので注意してください。日本橋口を出ると、正面にはバスロータリー降車場があります。JR 高速バス、ミラートラベルなど、多くのバスが到着します。なお、ここからは乗車できないので、注意してください。
日本橋口周辺には多くの高層ビルも立ち並びます。再び日本橋口に入ってきました。天井がとても高く、他の改札口とはかなり違った雰囲気で、開放感がある空間になっています。ここの2階にもスターバックスがあります。ちなみに東京駅構内にはスターバックスが5店舗ありますが、このスターバックス JR 東京駅日本橋口店は丸の内方面と比べると人が少なく穴場です。日本橋口のすぐ近くには佐川急便の手ぶら観光手荷物預かり所があり、11時までに預けてくれれば宿泊先のホテルまでその日の19時までに荷物を届けてくれるというサービスがあります。それでは最後に先ほど素通りした八重洲中央口に向かいましょう。と言っても同じ道なので、東京ミタスまでしばし東京駅の雰囲気をご鑑賞ください。東京ミタスまでやってきたので、ちょっと中を探検してみます。日本橋に向かう時にも少し解説しましたが、ここには東京のお土産がいろいろと販売されています。最終目的地にたどり着く前に紹介したいのが、八重洲北口と中央口の対面にドドンとそびえ立つ大丸東京店です。見ての通り JR 東京駅直結で、2007年11月6日のグラン東京オープンに合わせてノースタワー地下1階13階に開店しました。商業施設面積は4万6000平方メートル、地下3階に駐車場が完備されています。東京の今を具現化した店内には旬のものがずらりと並んでいて、1階の食品フロアほっぺタウンではお弁当やスイーツの名店が集結しています。
ちなみに、大丸の本店は、大阪にある心斎橋店です。最終目的地の八重洲中央口です。ここは、八重洲側の玄関口と言ってもいいでしょう。八重洲中央口には、南北、中央の3カ所の改札があり、八重洲側で、最大の改札口となっています。今回は、八重洲、そして日本橋エリアを紹介してきました。次回は、東京一番街を紹介していきます。Thank you.